プレイヤーは捜査官となり、事件の犯人を突き止めるとポイントゲット。犯人は1から10の中で一番数字が高い容疑者が犯人となる。ただし容疑者の中にも特殊な能力を持っている容疑者もいるので、一概に高い数字が犯人になるわけでもなかったりするゲーム、トリックと怪人、やっていこう。まずは1ラウンドに2回のゲームが行われる。カードは全部で11枚あるんだけれども、そのうち2枚をまず配っていく。そしてまず1ラウンド目、時計回りにカードを1枚出していく。まあ、この人が容疑者の犯人っぽい人ですよ。じゃあまず俺はこのカードは赤のカード。カードには赤、黄色、青の3色のカラーがあるので、それを捜査官は素直に報告していく。ただし怪人の場合は、まあ、ちょっと何でもいいみたいな感じでね。じゃあ、よし、俺も黄色のカードです。おお。そして今度は逆回りで、じゃあ誰が一番数字の高い犯人のカードを置いたのかっていうのを推理していくと。うん、なるほど。俺は、赤を出したマッツンのカードは結構そのなんだろう、鍛冶屋とか道具屋っていうのはなんかそのより高い数字の青いカードを除外する目的のカードだから、そういうのって結局勝ちに一番近いかっていうとそうではないので、単純に一番赤の中で一番数字の高いマダムだと思うから、俺はマダムがこの中だと一番高いカードな気がするんで、ここに虫眼鏡を置こう。私はね、あの青が19-7って強いから、まだその除外するみたいな特殊能力を持ったカードは様子見で2回目に出すんじゃないかと思うんだよね。で、政治家とかヤクザが除外されてないと見て、アミ君が一番高いと思う。おお。いや、俺もね、多分マッツンはあの除外系のカードを出していると思うんだけれども、そうだな、あとはマダムかどうかっていうところなので、いや俺もね、ちょっと自分が犯人を当てましたよっていうのを出してみてると思うよ。なるほど。ってことは多分アミ君は多分政治家かヤクザなんだと思う。そしてカムイが俺に置いたっていうことは少なくともバーテンシュではないであろうことから、多分政治家が除外されている可能性は低い。そして俺は道具屋じゃないからヤクザを除外するっていうカードもない。ということはアミ君がきっと一番高いカードなんじゃないかなっていうふうに思っている。なるほど。で、これで全員の推理が終わったのでカードを公開。どこだ。順当に考えると一番9が高い数字になるので9が犯人になるのだけれども、特殊な能力を持っている人がいると。今回は3番の運び屋、自分以外の全員が5以上ならこのカードが犯人になるという運び屋がいるので、犯人はカムイの運び屋だったと。わー、悔しい、これ。ドヤ顔がムカつく。推理外してるけどな。いや、まあ、あの推理がワンチャンこう自分の狙いが外れた時のためにちょっとこう。そうね。保険を打った。そう。そして犯人をまずあの報告した捜査官に行って、カムイに行って。うん、そして虫眼鏡で犯人を推理した人がいれば、まあ、1点ゲットできたんだけれども今回はなしと。悔しい。で、これで1回目が終了。2回目残った1枚をもう1回犯人の報告をしていくんだけれども、今回はもう4枚ができている状態で
11分の4が分かっている状態で、さらにその色が何かっていうのを報告していきつつやっていくので、まあ、より角度の高い情報がある中で推理をしていきますよと。2回目は犯人を出した捜査官からなので、カムイから解けます。これは青いカード。おお、本当かね。これは赤のカード。おお、いや俺も実は青のカードなんだよね。まあ、かくいう私は赤のカードなんですね。というわけで、まあ、この中で出揃ってさあ推理開始。今度はゆみちゃんが。そうなんだよ、青でもこれ本当に青か分かんないもんね。そうだな、そうだな。うわめっちゃ迷うけど、私が犯人を出していると思う、なるほどね、なるほど。まあ、順当に考えるのであれば5の鑑識屋を出して10の政治家を除外しているからこそ自分が一番高い数字になりますよと。ただね、嘘をつける怪人っていうのがいるので、俺はね、俺はここはカムイにいとこう。カムイに行ったっていうことは、赤のカードが2枚でそうって言って順当に考えるんだったら、アミ君が除外されていると考えてカムイに置いたっていうことは、アミ君が政治家の可能性が高いということだ、うん、から俺はカムイが実業家なんじゃないかと思ってカムイ。ほう、実は俺はマッツンの推理と同じ理由で自分に推理をする。おー、いくね。で、オープンと。さあ、どうなっているかと。はい。の、ドンと。おー。で、今回は順当に行くのであれば10番の、まあ、政治家が一番強い犯人なんだけれども、5の鑑識や政治家10を除外するが出ているので10はいなくなり、次に数字が高い7番が犯人になりましたよと。普通にちゃんとみんな出してた。なんで、まずは犯人を報告したカムイに行って、うん、そして犯人を推理した捜査官にそれぞれ1点ずつと、これで1ラウンド終了。10ポイント先に先取したプレイヤーが、まあ、ナンバーワン捜査官と。なるほど。ちょっとね、今回は出なかったあの異色な怪盗カード、怪人カードっていうのもあるんだけれども、まあ、ちょっとこれはまたまた後ほどだね。よし、じゃあ2ラウンド目行こうじゃないの。よし。